中国依存もろ刃の剣と書いてありますねはいこれねやっぱ中国依存っていうのはよくないこれ私もこの番組何年やってるんだっけ8年7年 <laughs> 8年ぐらいやってるもろ <laughs> 刃ですあの中国依存 とビジネスとか中国関係でつながると結構いいビジネスになることがあるんですね、えー、金しも儲かるとは限らない結構損してステンテンになって帰ってくる社長さんも多いんですけどもまあうまくやると儲かることもあるでも中国に依存するビジネスをするとやっぱ振れ幅が大きいので「はい法律変わりました,この,たこの土地募集」とかね <laughs> あの,あの騙されてとかってこともあるかもしれませんしだから振れ幅が大きいので だからあんまり中国に依存するとこれあの不安定になるよということはですね、ずっと言い続けてきました、まあ、その例えとしてシャブに手を出すようなものだと <laughs> 表現したくない私、やったことないですけどシャブに手を出すとすごいなんか幸せに包まれるんでしょでも体がボロボロになっていくわけですよ人生、棒に振る舞うことになる。だから、 たりかあーマッキーが捕まったからね、からね中古に手を出すと一瞬、ぐっといい感じになるかもしれないでもそれはもう,もうボロボロになっていくかもしれないわけ、えー、だから、あの、まあ、え買いたいんだったら売ってあげるよとかね。<laughs> まあ、まあそういういろいろな国と取引している商売のうちの一つのチャンネルとして中国を利用するのはいいんですけども中国に依存するビジネスっていうのはやっぱり、ね、振れ幅が大きすぎてそれはねあの不安定です、はい、中国依存をもろ刃の剣と書いてあります、読んでいきましょう。えー、っとですね <laughs> まあ、この、ね、世界的な問題の中で、ねえー、この中国依存の高さがもろ刃の剣となってきたという,そう,いう趣旨です試算、まあ、によるとです、ね、中国の製造業の生産は約1兆,1兆1000億円100億ドル中国の生産が減ると海外での生産や販売を67億ドル押し下げるらしいんですね。 だからほん中国から輸入した部品で何か組み立てるとかね、えーえー、そういうのがあるので中国での生産製造量の生産が100億ドル減ると海外での、えー、生産や販売を67億ドル押し下げるだからよく言われるのは、ね、中国がくしゃみをすると韓国は、ね、肺炎になるっていうね <laughs> まあそういうようなよく例えで言われてましてだから親がめこけると子がめもみたいなね中国がちょっと悪くなると日本はねまあ日本はさすがに中国よりも大きい影響を受けるってことはなさそうですけどだから中国が重病にかかると日本は軽い病気にかかるぐらいかもしれませんそれでも中国がきっかけでね食らうことはあるわけなんですね、えー、なので <laughs>、あのー、周辺国にとっては結構大きいとまあ昔までですねほら 中国自体の、えー、経済規模が小さかったですからその中国がどんなに暴れ回ってのたうち回ってもですね例えばね2 5ルプールにちっちゃいカメがどんなにパチャパチャやったってそんな津波みたいなの起きませんよところが中国のですね経済規模が大きくなっちゃいましたからちょっとしたことでももうものすごい波が立っちゃうわけですねだから2 5ルプー,プールに白ロすクジラ入れたらちょっとヒレ動かしただけでザバーみたいになっちゃうじゃないですかそんな感じになっちゃってるんですねだから中国にちょっと変化がある 周辺諸国にものすごい大きな影響があるだから中国に依存した商売をするともうそれにもう波次第風任せみたいになっちゃうんですよねだから、まあ、プラスアルファぐらいのところで中国とつながるのはいいけども中国なしでもちゃんとビジネスが成り立つようにしておくということがやっぱり重要になってくるということを改めてですね昨今、えー、感じるわけであります、えー、例えばですね えー、中国の休業措置をしたことによって、えー、っと世界経済に影響が出てきてるということですね。例えばうん <coughs> 中国の製造業の生産停滞の影響が、えー、韓国やアメリカでかなり大きくなってきているということなんですね、えー、どのぐらい押し下げるかということなんですけども、えーっとまあ、輸入と輸出と両方ありますからね、えーまあ、この影響力の大きさこう日経新聞がこうまとめてるんですが上ほど影響があると下ほど影響は少ないとやっぱほら、日本と韓国って経済規模4倍ぐらい違うんですよ GDP4 倍から5倍違うんですよ だからあの韓国が受ける影響はもっと小さくても良さそうなんですけど日本よより大きい影響を受けちゃうんですよね経済規模4分の1なの日本よりも大きいということはやっぱり中国に依存する、ね、割合が全然違うということなんですよね。 まあ日本はまあ経済大国ですからね世界第3位の経済大国ですからまあ大きい影響を他国より受けていますけれども韓国が突出してますよねだから人口だってね4000万人5000万人しかいない日本の半分以下ですよそれで日本の経済のね4分の1ぐらいしかないあのちっちゃな韓国がですね、えー、日本よりも大きな影響を受けるってことはじゃあ韓国大丈夫かと えー、だから中国が、ね、くしゃみしただけで韓国は重病に陥ってしまう可能性もあるわけなんですね。<laughs> えなので、まあ、あそれこそ、ね、ほらアップル、まあ、中国は安いからって言って、ね、iPhone の生産をいやったりとかあの台湾の本配が、ね、なんか組み立てるのほとんど中国とか、ね、安いから全部中国とかやるわけですよねそうすると商品ができてこないそれから部品が回ってこないそういうことが起きてくる、えー、まあそれを考えるとです、ねはい、あの中国の生産が落ちるということで世界に与える影響は大きい。 だほら毛沢東に頼られて松下幸之助先生なんかねいろいろと中国に対してね技術支援したりとかそういうね日本と中国のねそのねえー、関係もこれまでずっと構築してきたわけですよねだから日本企業もたくさん進出しているし、まあ、中国はこれまで、えー、まあ物価が安い、えー、だから世界の工場としてですね安い労働力を大量にですね駆使して海外から原料を中国に 中国で組み立てるそれを世界に売るというねだから世界の工場としての役割を中国が果たしてきたわけじゃないですかだからみんなもう中国を安,安いからといって全部中国みたいな形でねまあ大部分を中国で作るようになったじゃあその中国でもしもあったらどうするのっていうことで、まあ、だからこそえーね、あのリスクを分散していかなきゃいけないここがもし アウトになってもこっちが生きているとかねなんとかかんとかして危機管理に備えていくという考えが重要なんですねこれ生産だけじゃないんですよこれ売,り売るのもそうですだから観光業でもそうなんですけども中国人ばかりが泊まってる旅館とかこういうのはこういう時やばいんですよねいろんな国の人が泊まってて一部が中国だったらまだいいんですけどとにかく中国専門のホテルみたいな もしくは中国人だけを入れてる料理屋とかね中国人だけを呼んでる免税店とかっていうのはこういう時に一気にぶっ潰れるわけですよだ私ほら外貨両替業やってるじゃないですか全然取引高減ってないんですよ <laughs> なんかもともと中国人って現金使わないんですよね WeChatPay みたいなアリ,バアリペイとかばっか使っちゃっててだからみんなねどっからうちね中国元の取り扱いあんま多くないんです だって日本に来てるのは中国人が一番多いはずなのに中国圏の取り扱いはね何位かな、6位か7位、8位結構少ないんですねだからこんなに中国人来てませんって言っても全然取引量が減ってないんですねあと韓国人も来てないって言うけど韓国ウォンもあんまりもともと取引多くないので、まあ、もちろんね、米ドルだヨーロユーロだそれからあと香港ドルは多いね。 シンガポールドルも多いしマレーシアリンギットとかね、インドネシアルピアとかベトナムドーン、えー、それからフィリピンペソ多いですねあとオーストラリアドルも多いしニュージーランドドルも多いしカナダドルも多いしあとイギリスポンドですよね、えー、そこら辺すごく多い,多いですわ <laughs> だからねあの別に中国人来ません韓国人来ませんって言ってもあんまりあんまりあの、ね、ないですねあ偽札あ偽札ねあのこれまで受け取ったことはないですね な、えー、ないですないでですす、はい、だから、あの中,国依,の、ねまあ、中国,ら国依存というのはやっぱ中国に限らず1か国依存というのはどうしてもやっぱ不安定ですよね、えー。でね、こういうことを考えると、まあ、あの日本国内で製造することの価値を見直してもいいんじゃないかなと思うんですよね。 以前これ説明したかもしれませんけど結構今外国の企業が日本で工場を作るっていうのが増えてるんですね。えー、ほらかつて日本でのものづくりっていうのはまあいろんなもん高いしインフラも高いしね、えー、まあ人件費も高いし。 まあちょっと日本でのものづくりはもう無理だねということでみんな中国だ、ベトナムだに行っちゃったわけじゃないですかでもねあの日本の製造業がどんどん日本でのものづくりをねやめて出ていってる時に外国のメーカーが日本で工場を作り始めているんですよねもう誰かすでに書いてるけど1つがレノボですわあとヒューレット・パッカードもそうですねメイド・イン・ジャパンになるわけですよ でまあ、確かにで聞いてみたらこういうことらしいんですね日本で作ると確かに人件費高いとでもメイドインジャパンになるんですよで、ね、あとえ日本で作るとあの不良品の頻度が極端に減るんだって、えー、やっぱ信用に失しますよねあと中国で作って中国に納品するよりも日本で作って中国に納品した方が早く納品できるらしいんですよ 私、そういういてびっくりしました、それはすぐ日本のどこだってちょっと3 4 0分走ったらすぐ空港に行きますわ、そしたらですね、ほとんどね、中国、飛んでるわけですから中国のほぼ全都市飛んでますからね。直接、納品もしくは1箇所経由してすぐ中国のだからもう朝出荷したら午後にはですね、中国のどこの空港にも、ね、納品できる。 納品というか、えー、空港まで届けられますからね、それを考えると中国で作って、中国で空港まで移動して、そこからあの飛行機飛ばして、そこから渡ってなるとです、ね、でほら、日本だったら、それは3040分走ったら大抵どこから行ってもね、大体工業地帯、工場がある場所って、まあ長くても1時間だわ、あんま5、6時間走んないと空港を作らない、空港に着かないね、えー、工業団地なんか基本ありませんからね。えー <laughs> だからもう大体1時間走ったらもうすぐ空港ですわで中国だったら本当にマジで何時間も走らないと空港つかないということが普通にありますからね、えー、それを考えると中国で作って中国に納品するよりも日本で作って中国に納品した方が大体、ねすえー、3日から4日納品が早まるらしいんですよね。はいえー、というわけで,です、ね、あの日本で作ったら確かに人件費は高い。 でも、ね、メイドインジャパンになり人件費も安くなり納品も早くなるというねだからいいことづくめで最終的に日本で作った方が、ね、あのあの収益を生むってわけですよ。だから日本の企業が日本でのものづくりを諦めているのに。 皮肉なもんですねに外。外国の企業が日本でのものづくりの可能性に気づいたということですね。だったらちょっとね、これを契機にもう中国でものを作るというのもですね、ちょっと考え直して、一部ね、日本、全部じゃなくてもいい、日本でのものづくりをもう少しね、軸足をね、戻してもいいんじゃないかなというふうに思うんですね。えー、いや、もっと日本人がね、ものづくりをする自信を日本人自身が取り戻した方がいいと思うよ。ええー。はい、ということです。